まして、こんばんは。こんばんは。お時間作って見に来てくださってありがとうございます。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。台風もね、久しぶりに去って、さやさん久しぶりに見に来ました。ありがとうございます。ありがとう。ピピさんありがとうございます。こんばんは。なかなかさんありがとうございます。ねえ、バングさんありがとうございます。原哲さんありがとうございます。いやー、秋ですね。外は涼しくなりまして、秋だね。吉典さんありがとうございます。ミラさんありがとうございます。たかしさんありがとうございます。こんばんは。ひろさんありがとうございます。なんか急にじゃない、すごい急に涼しくなったよね。夕方でさ、空がすごい綺麗だった。なんか秋空みたいな感じだった。夕焼けとね、なんか雲がね、なんかね、綺麗な、あのあれだ、告知の時にあげた空がすごい綺麗だったの。うん、いやー、いいね。うん、秋来ます、来ますね。いいね、ここからいい季節よ。うん、え、ここが涼しくなったなって感じるのがいいですよね。窓開けたらふわって入ってきて、ふわってキャーって、うん、匂いがいいよね。すごくなんか匂いが好きなんだよね。あ、食欲の秋だね。実際食欲マシマシでさ、最近、マシマシなんだよ。ありがとう。だね、季節の変わり目、風邪ひかないように気をつけましょう。ファミマのさ、なんか焼き、なんていうんだろう、芋？芋がさ、なんかフェアみたいな感じじゃん。あれ美味しかった。オッケー。寒いな。あ、そう、アイカツカードね、やっぱね、ロフトにあって、できた。すごくない？すごいよね。わつ。本当？ピピさんありがとうございます。ニュースタイル名古屋での秋仕様可愛かったです。あれさ、聞いて、あのさ、やっぱさ、モデルさんたちが多いじゃんね、ファッションショーがあるじゃん。だからやっぱり先取りした、服がいいのかなって思って、長袖着てったら、暑かったの。ミスったーと思ったけど、まあ、いい。うん。なんか、そう、先取りしなきゃいけないと思って、でもあんまりお高いのは買えないから、その、なんか、安くなってたのがあったのよ。で、店員さんに、今から来ますかこれって聞いて、あ、来ると思いますよって、トレンド入ってますよって言われたから、おお、安いし可愛いしいいねって思って、そしたら暑かった。うん、ねえ。本当？そう、あれね、スタイルよく見えるんだ。リコネコさんありがとうございます。ありがとう。そう、あの部屋暑かったよね。そうで、なんだ、すごいのよ、もうね、頑張ってるね、これ。あれ、頑張、すごくない？ファー、いっぱい。
キラ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 オンリーのキラ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 オンリーの、あ、ごめんぶつけちゃった。キラキラオンリーのファイルなわけですよ。あ、ごめん見えないな、うまくめくれないけど、キラキラオンリーのなんだよ、アイカツカードで、これがおじいちゃんに、祖父に買ってもらったものです。すごいのこれ大好きなの、全部キラキラだよ。頑張った、そう、合わせるのこれとか頑張ったな。だめあ、すごい頑張って集めてた。一緒の宝物やねこれはね。うん、です。あ、そう、昨日あのお話に出たから、あの家族からもらったものでプレゼントで嬉しかったものはっていうトークテーマで、祖父にねおねだりして買ってもらったんですよ。大事なこれ宝ですね。でもなかなかないからこれね、子供の頃の夢ですねこりゃ。大事だっていうので、そう持ってきた。そう、もう傷つけないようにね、取り出してないのよ何年も。夢だね。はい、よし。あ、そう、テッキーさんね、昨日さ、あのガチャガチャする前にさ、お休みになられたらさ、あのテッキーさんの出たからありがとう。そう、だから初めに読まさせていただきますね。テッキーさんありがとうございます。秋といえばとクリスマスかっこまでに実現させていただくことは何ですか。秋といえば、秋といえば焼き芋、秋といえば読書。いや、読書はしたい、今年こそ読書。秋といえば紅葉、紅葉の中で動画を撮りたい、弾き語り動画撮りたい。秋といえばなんだろう、秋といえば焼き芋ご飯、焼きといえば炊き込みご飯、秋といえば栗ご飯だね。あ、そう、飲む飲む飲む、スタバの焼き芋ブルーレフラペチーノ飲む飲む飲む。そう、21日からだよね、明日か、飲みたいの、飲む飲む飲む、あれ絶対美味しいよね、ブルレだで、ブルレ、ブルレ飲みたいよね。飲む、み、飲む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 、皆さんも飲む。そうだね、いや秋はいいっすね、秋はいいっすね。焼き芋ブルレフラペチーノ、ブルレっていうのはなんかバーナーで炙ったやつ。明日から、あとクリスマスまでに実現させていたいこと、活動でってことか、活動でってことかな。オリジナル曲のなんかこうなんて言うんだろう、を YouTube に形として残せてないのをしっかり残していきたいですね。クリスマスってあと何ヶ月で来る？今が9月の中旬、10月、11月、12月、わー、あと3ヶ月ちょっと、ひゃー、3ヶ月ちょっとだ、早い。ね、
頑張りたいですね。その間にはできるでしょう。モスバーガーね、11月中旬までって書いてあったから、期間がまだ行けてない。まだゆっくりでいいかなって。早いね、クリスマスが来るんだね。そしてすぐに年越しで、あー高校生が終わっちゃう。秋といえばハロウィンもあるじゃん。どうしよう今年さ、どうやってやろうかな。もうそろそろ準備しないと間に合わなくなっちゃう。ハロウィン忘れてたで。ハロウィン、ハロウィン、なんか一日で終わるのはもったいないから、セーラームーンはやるとして、他も一つなんか簡単にそうにできるの、それかもう受け狙いでいくか、白塗りで顔なしでいくか。それはやだねあーにゃあーにゃ見たい。ちゃんみなさんちゃんみなさん、うんうんうん、あー歌ね。私何が合いそう、逆に合うと、あ、みんな合うと思う、アーニャ合うと思うかね、アーニャ金髪ならぬピンクやでピンクやで、金髪いやならぬピンクやで、もう想像がつかない。あ、かぶり物、全身ぬいぐるみでもいいけどね。あ、ディセンダントやりたい。でもみんなわかんないかな。ディセンダントやりたい。マルちゃんになりたい。わあ、ディセンダントになり、あ、マルちゃんになりたい。ディセンダントになりたい。ディセンダントになりたい。ヴィランスになりたい。あ、そのディセンダントのマレフィセントの子供のキャラクターがいるわけよ。匿名さんありがとうございます。いえ、ありがとう。まるちゃん、マレフィセントの子供のキャラクターなのよ。すっごい大好きなんだ。セーラームーンと同じぐらい大好き。すごい可愛いの。いい写真がない。見えるかな、紫い子。役をやってるのは、あ、ごめん、画面が汚い役をやってるのはダブキャメロンちゃん。歌上手なの。なんかね、そう、ディズニーチャンネルで放送された映画なんだ。かわいい。個人的にすごく好きなんだよね。そう、でもそう、多分あの、なんて言うんだろう、メジャーじゃないからあまり知られてないかも。っていう感じ。楽しみだね、ハロウィン。OK。ということで歌っていきましょう。テッキーさんありがとうございました。ありがとう。そうそうそう、歌が上手なんだ。In my head, ミラさんありがとうございます。ステーキありがとうございます。
え、すずめの戸締まりの歌われてる方が出たのか、発表されたのか、誰？誰？どなた？どなただ？あ、聞いたことない。え、どなただ？なんて読むの？とあかさん？誰だ？初めて聞くね。わあ、みんなすごいあれだろう、検索するよね。え、どうやって書くのそれ？銃に赤い？銃に赤い？赤いじゃないな、明るいか。なるほど。あんまり出てないんだね、情報が。個人的な、まだ初めて聞く。こっから人気すごいだろうな。へー、すごい。19歳なんだ、一個違いじゃん。いや、私も誰誰って言われたい。来年言われたい、言われたい。こうやってさ、あ、まださ発表されないでさ、誰誰って言われたい、言われたいんだけど、何さ、え、この人誰誰だろう、誰誰ってなってバーンってあげられたいね。これサプライズいいよね。ありがとう、特命さんありがとうございます。場所聞きたいですか？ OK、 ちょっと今日プラスして歌いますね。誰誰誰ってなりたい、なりたい、なりたい。絶対ワクワクするね。私多分ね、言っちゃいそうだけど、自分で匂わせしそう。え、でもね、有名なのかな、中、なんて言うんだろう、中間ぐらい、わかんない。やっぱりこう、昨日とかも、結構私のこと知らない方たちがね、あの誰誰誰って多くの方がなられてたみたいなので、そう。自分でバラしそうだな。バラですね、匂わせそうなんだよね。うん、ね、誰誰誰ってなりたい、羨ましい、なりたい。こうなんかジブリとかのさ、声でさ、やらせていただけたらさ、こう名前は出さずにさ、こう言ってさ、なんかこう盛り上がってきた時に名前バーンって、やりたい。やりたいな。という願望でした。え、何、オーディションとかあったの？知らんかったんだけど。ジブリオーディションとかないの？そろそろ歌わなきゃね。そろそろ歌わなきゃ。調べたけどわからん。あるの？もう歌わなきゃ、もう歌わなきゃ、歌わなきゃ、歌わなきゃ。こんな時間だ、歌わなきゃ。スラム飛べるはず。
ピッツァ秋っぽい。ではいきます。さんの空も飛べるはずでした。リクエストありがとうございました。パチパチありがとう。ボーナスタイムありがとう。いいね、なんか秋が来た。だから生き物係さんの茜色の約束が歌いたくなる。ヨアさんありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。ミラさんありがとうございます。
ってる女中なんか鼻に入ったねありがとうありがとう、生き物係さんの茜色の約束でしたなんか入ったやだ、ありがとう、豊さんありがとうございます。いいよね、茜色の約束。佐々木さんありがとうございます。森川さんありがとうございます。いやー、秋になるとさ、歌いたくなる曲がたくさんだね。なんか秋曲、なんか雰囲気。しんのすけさんありがとうございます。パチパチありがとう。はぁ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 、ナポリンすっといたいよ、ここで見つめ合って暖かいリハンドする。オーライオーライ、ノリーさんありがとうございます。ユウさんありがとうございます。いつもね、ありがとう。あ、セプテンバー、セプテンバーもいいね。セプテンバー。清正さんありがとうございます。ササピーさんありがとうございます。モリモリさん応援してます、ありがとうございます。ドライフラワーもね、歌いたいよね。ヨシーさんありがとうございます、ありがとう。ナポリ、ナポリすっといたいよ。はじめが思い出せない。はじめどんなんだったっけはじめどんなんだったっけ。はあ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 、何歌おうかな。ラドワニオね、セプテンバー歌っていこうかな。もう中旬かね、もう中旬かね。セプテンバー歌ってて、悲しい色のシャツ追いながら、飛び乗った電車のドア、いけないと知りながら、振り向けば隠れた街は色づいた、クレヨンが涙まで染めて走る。年マリアさんのセプテンバーでした、ありがとうございました。セプテンバー、悲しい色のシャツ追いながら、海の歌で電車のドア、行けないと知りながら、振り向けば隠れた。いいね、パチパチありがとう。タズリーさんありがとうございます。マシーさんありがとうございます。おしゃん、おしゃんやね。へえ、佐々木さんありがとうございます、ありがとう。ヒロさんありがとうございます。ドリーさんありがとうございます。
ありがとう。山猫さんありがとうございます。ありがとう。テッキーさんありがとうございます。ありがとう。サドルさんありがとうございます。何言ったかな。ナポリって歌えたかな。せいやさんありがとうございます。ありがとう。ねえ、まほろちゃん、ああ、なんかさっき誕生日って来てあったね。まほろちゃんもいいね。アムロちゃんだったら何がいいか。車でかかってたから意外と歌える曲が多いかな。ちょっと後で見てみようかな。いいね。バウンディさんのナポリでした。いや、ここからなんかね、ここら辺の時期の時すごい音楽の盛り上がり方がすごかった覚えがある。いっぱいもうガチャ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 ガターンって曲がいっぱいさできてね、音楽の第何波みたいな感じ。じゃあなんかどんどん名曲がどこどこどこでバーンってね、一気にじゃなかった、追いつくのに大変だったよ。パチパチありがとう。ありがとうございます。ありがとう。アムロちゃん、アムロちゃんファイナリーとなんかないかな。Can't celebrate, can't celebrate, can't kiss me tonight. ヒーロー、どれも好きね。見つめられたら最後離れられないの。 He's been, been, he's been, been すぐ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  See, see, night in blue.
かんないのでベイビー・ドン・クライ、あ、ネバーエンド、ネーバーエンド、ネーバーエンド、私たちの未来はネーバーエンド、ネーバーエンド、うん、私たちの明日は、ちっちゃっちっちゃっ、とりあえずファイナリーから歌ってこう。野村のみえさんファイナリー、ファイナリー I cast a dreaming、 願い続けた日がついに今スタート聞いたの、 Finally I cast a wishing、 モノクロの世界がこの瞬間色づいてて行く、今ここに立つステージで新しいストーリーが始まる、ここら辺分かんなかったありがとう、安室奈美恵さんのファイナリーでした。はい、なんか懐かしの曲だったら何がいいのかな。でもフルで歌えるのがどれか分かんないんだよね私が。I'll be your hero, oh, I'll be your hero. いろんな色で染まる世界で一人で、oh, 振り向かなくてもいい、今までの君のまま進めばいいから、諦めないで Every day、君だけのためのヒーロー、君への想いが高鳴って限りなき力生まれる、求めるならばどこまでも変わらぬ絆を振りかざそう、 We are home。 いい曲、もうフルで歌えるか分かんないんだよね安室奈美恵さんを調べることにあれだ、妹さんが出てくるね。で結局何にしようかな、ちょっと歌えるか心配なんだよね。なんだっけ、
昨日からずっとしてる、ダメだ、混ざる、いろいろ、ちょっとどうしようかな。あ、アマロちゃん一曲結構歌ったよね結構歌ったよね、どうしよう、あんまりしっかり歌えるっていうのが、車の中でたくさん聴いてたっていうのだから、歌えるって曲があんまり少ないかもしれない。あ、うん、ちょこちょこたくさん歌ったね。ね、ありがとう。10月無口な君を忘れる、歌って終わろうかな。アリーマーこんばんは、いい曲がいっぱいだ。これ立てかけられないな、立てかけら、よし、さっきから立てかけられなくても、あ、いいね、19歳になったらスイートナインティーンブルース、さんの10月の口の君を忘れいきましょう。おはよう、朝だよ、朝っていうかもう昼だけど、私も時間だから行くね。今までありがとう、バイバイ。最後ぐらい見てよ。
忘れられないよ。はい、10月無口な君を忘れる、アタレウさんのでした。アタレウさんの10月無口な君を忘れるでした。ありがとう、パチパチ、ありがとうございます。いえ、よかったですか？よかったです、ありがとう。よし、じゃあカバーはね、ちょっと天井するところのコードが難しすぎて無理だったありがとう。いや、いいよね、気持ちがこもるよ、こうキューって。ありがとうございました。はい、ではガチャガチャタイムいきましょうかね。リクエストたくさんありがとうございました。ありがとう、ありがとう、モッチーさんありがとうございます、ありがとう。あ、ドゥンドゥンのとこね、カッティングだ、カッティングだっけ、ミュートか、ミュートだ、ミュートがねかっこいいよね。よし、え、あと何個か、3個、ありがとうございます、ありがとう。ひとかさんありがとうございます、ひろさんありがとうございます、めっちゃ不思議でした、ありがとう。じゃあ本日のトークタイム、トークテーマ書いてくださった方は、いて座さん、みらさん、よっちゃんさんです、ありがとう。ということで、じゃあいて座さんからお答えさせていただき、お答えじゃないな、トークしさせていただきます、させていただきます。本格デビューしてから椎名林檎さんとかメジャーな人が書いてくれる曲、書いてくれるってオファーが来たら受ける、あくまでも自分が書いた曲にこだわる、もうバリバリ来てほしい、もうバリバリ歌いたい、そのあれだよね、曲提供ってことやんね。もうさ、有名な人から書いてくださるってオファーが来たら、もう率直に受ける、もうどんなことがあっても受ける、もうどんなことがあっても受ける、どんな曲でも受ける、ラップだろうと歌うよね、頑張る。洋楽、英語だろうと歌うわ、うん、めっちゃ頑張る、どんだけ難しくても歌うわね、オペラでも歌うよ、めちゃくちゃウケる、うん、ねえ、頑張れちゃうよね。ロックでもいけるぜ、バリバリロックでも頑張るぜね。椎名林檎さんとかもう最高じゃないね、また新しい上田がね、それね、持ち歌になるとかやばいよね、ね、ありがとう。ねえ、あ、山下達郎さん新しいね、チャミノさんに書いてもらいたいね。チャミノさんって曲提供とかしてるのかな、なんか自分の過去の体験を自分でもう魂の叫びのように歌うっていう感じが多いような気がするから、どうなんだろう、うん、でもちょみなさん韓国行っちゃったからな、遠くなっちゃった、遠くなっちゃった、あと男性の方に書いていただいた曲を歌ってみたいですね、新しくなりそう、男性の方どんな顔がいいかな、うん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 、
ミスチルス、ああそうだね、そう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 、あ、畑基博さんとかいいね、あ、生き物係さんの水野さんね、ふんふんふん、あ、いいねいいね、あ、ラッドウィンプスさんのね、あ、いいね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 、あー書いてもらいたい、書いていただきたい、うんうんうん、そう、男性の方に書いていただきたい、それを私が歌う、男性が書いた女性目線の歌を女性が歌うっていうのがなんかいいよね、その男性が歌ってもいいんだけど、なんていうんだろう、いいよね、エモくなる、いい感じ、うん、そう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 、あ、変わったね、なんさ新しくなりそうね、いいですね、あ、バックナンバーさんね、どんな感じになるんだろうね、うんうんうん、あ、ボカロ P とかでも全然いいと思う、うんうんうん、頑張ろう、難しいかもしれないけど、よし、伊手田さんありがとうございます、もうウェルカムです、ウェルカムトゥーマッチ、うん、よし、私はまずコミュニケーション力というかね、あの人に話しかけに行かないといけないからね、そう頑張って人脈を広げて、こういつかね、でも目つけていただくのが一番嬉しいよね、でもこう頑張って自分から発信していかないとね、うん、続いてミラさん、3つだよね、これどこで区切れとるんじゃ、これどこで区切れとるかな、これどこ、今すごく気になっていること、 YouTube 動画、こんな企画どうですか、あ、今すごく気になっていることって切れてるのかな、と YouTube 動画、こんな企画どうですか、とあまりテレビ見てないようですが、小さい頃にでもハマっていたテレビ番組めっちゃ噛んだ、テレビ番組、今度のワンマンライブでやりたいことは何ですか、あ、どれもいいね、どうしよう、うんうんうん、うん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 、なんだろう、今すごく気になっていること、ジブリのオーディションないの、どこ、ジブリ、ジブリのオーディションないの、気になってる、定期的に調べよう、ジブリじゃなくてもいいから、でもジブリとかのオーディションはないんだよね、なんかないって書いてあった、なんかないのかななんかないのかな、探しましょう探しましょう、って気になってる、さっき気になったね、え、声優からでもいいから、なんかないかな、ね、オーディション最近調べてなかったから調べないとな、うん、だね、気になってることかな、もうさっきのね、そう誰誰ってのがやりたくてやってもらいたくてね、好奇心でございますだね、なんか日頃さ、日常的にさ気になることってあるよね、すぐ忘れちゃうけどさ、
おしのこさんありがとうございます。おでかいのレインボーだ、ありがとう、ありがとう。つっちゃんさんありがとうございます。なんか日頃さ気になってることはあるよね。だからちっちゃい時みたいにさ、なんで月ってついてくるのとか、なんで雲ってついてくるのとか、なんかそんな感じのね。なんか自分もたまになんか自分から幽体離脱したみたいな感じで、なんかたまに自分を客観的に見て、なんで自分って自分なのみたいな感じに思う瞬間があるよね。あ、みなさん日曜日後ろの女の子が誰誰って言ってたよ。じゃあ言われたってことだ。おお。あ、じゃああれだね、私の欲求達成だわ。ねえ、嬉しいね。その後にそう、あの上田桃花ちゃんですけどね、上手でしたって言っていただけて、よかった。達成だね。ジブリ系でバズったら、もしかしたら、今回のさ、スズメのさ、カバーでさ、見つけられてもらってないかな。そんな甘いことないよね。うん。ねえ。よし、続いて、行きましょう。どうしようかな。テレビはあんまり見てないようですが、小さい頃にでもたまっていたテレビ番組、テレビ番組、何見てたか何見てたっけな、イッテQ、定期的には見てないもんな。イッテQ、何見てたか。バラエティね。しゃべくりとかも定期的に見てたわけじゃないから、本当なんか定期的に見るってことはないんだよね。サザエさんね。あ、あれだ、朝は見てた。なんだろう、デザイン、あとシャキーンと、なんだっけ、デザイン、あとシャキーンと花かっぱ。それ見てから学校行ってたよ。うん。あと新婚さんいらっしゃいはなんか結構見てた、ついてたからさ。うん。これなんでしょうか、見てた、見てた。うん、朝さついてるね。うん、なんかさよくわかんないけど、あの小学校ぐらいに見てたんだって。あとさ、なんだったっけ、ライオンのさ、ライオンがサイコロ転がすやつ知らん。ライオンがサイコロ転がして、なんか緑と黄色のライオンが、あれも見てた、ついてた時にね。うん、あ、ごきげんよう、そう、あれもよく見てた。うんうんうん、そう、何が出るから、何が出るから、てるるるってるってってるってる。うん、あれっていいと思うわ。そ、見たことあるけどそこまで多くなかったかな。みんな見てた、懐かしいね。いいと思う、流れとか、流れだったっけ、見てたかな。
かしいね。あとはなんだろう、クックルンとかクックルンとあれだ、なんだったっけ、わしもクックルンとわしも、あ、洗剤セットね洗剤セットクックルン知らん？クックルン、クックルン、懐かしいね。あ、天才テレビくんも見てた見てた。なんかちょっと謎い部分も多かったけど、キッチン戦隊クックルンそうそうそう、ご飯作ってる時とか好きなかった？なんか ねえ、あと何があるか、なんかね、クックルンはね、なんかね、その子役の子があれだ、敵を倒しながら料理を作るっていう番組アニメも混じった番組、あ、でも子役の子もいろいろ混じってんのよ。そうそうそう、はあ、お風呂スキー、お風呂スキーはね、お風呂スキーはどう？知ってる？お風呂スキー、うん、呼んだ？呼んだよね、今。お風呂スキー、ドラえもん見てたよ。ドラえもんはね、恒例だった。ドラえもんクレヨンしんちゃんっていう流れ。あれ幸せだったね。ご飯食べながら。あいわさんありがとうございます。いい200個もありがとうございます。ありがとう。うん。そう、いや、平和だった。何にも考えてなかったね、あの頃は。うん。日曜日の朝にはプリキュア見て、ねえ、じゃあ見て、木曜日の夕方にはアイカツ見て、金曜日の夕方にはドラえもんとクレヨンしんちゃん見て、なんと何も考えてない、うん、懐かしい雰囲気だ。王道だね、幸せだね。ねえ、あとね、なんかあれ、アニマックスとかも見てた。アニマックスでさ、いろいろアンパンマンとか見てたよ。アンパンマンね、全部録画しちゃったの。あの、なんか録画機壊れちゃったから今見れないけど、アンパンマンね、オールフルでね、録画しちゃったよ。映画全部ある。全部じゃないかもしれないけど、ほとんどあるのよ。メロンパンナちゃんとロールパンナちゃんの回が一番好き。アンパンマンだってずっと一緒に、アンパンマンだった。やっぱアンパンマンみんな通るよね。アンパンマンはアンパンマンだった。アンパンマンね、アンパンマン大好きだった。あ、カトゥーンネット、あれ知ってるの？何をやったっけ。うん、こんばんは。いや、そうだね、こんな感じかな。本当にまだ子供じみておりますがまだまだ子供じみておりますが、テンドマンが好き、マニアックだね。メロンパンナちゃんが好きだった。同じワンピース録画してたら数年黙って追いつけなくなった追いつけなくなるよね、ワンピース。すごいエグくない？ねえ、数が。今なんか最近なんかね、和の国をさ、まあ、最近って言っても何ヶ月か前ぐらい、
和の国を途中から、なんでこんなみんななんか日本風なんだろうなとか思いながら見てた。うん。いや、テレビ番組はね、その時のね、なんかこう雰囲気を思い出しますね。うん。でも今はこう YouTube というものができてきて、ね、こう Amazon プライムとか Netflix とかいろいろね、出てきて、ね、どんどん時代がね、変わっておりますね。誰だね。情報のね、受け取り方がだいぶ変わってきましたね。そうだね、こう何時に何を見るっていうのも今の小さい子とかはあんまり良くないのかな。うん。よし、ミラさんありがとうございました。ありがとう。ひよりさんありがとうございます。あ、逆にミラさんは何を見てました？テレビ番組は何見てたか、今言ったのに入ってた？入ってなかったか、私知らないかもしれない。だいぶ変わってきたよね今。うん、良くも悪くも変わってきたね。サザエさん、サザエさん落ち着くよね。じゃんけんぽん、うふふふふふってなんだこれ、今の絶対なんかねえ、ね、その前が思い出せない。サザエでございます。お魚くわえたドラ猫追っかけて、じゅじゅじゅ裸足でかけてく、陽気なサザエさん、みんなが笑ってる、なんとかも笑ってる、ルルルルル、今日もいい天気、ディ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 、じゃんけんぽん、ウフフフフフって、なんだ8時だよ全員集合。あー、あれで思い出したけど、あれだ、私バカ殿めっちゃ見てた。志村けんさんのバカ殿めっちゃ行った。なんかね、そうカーラース、あ、それ違うの、バカ殿じゃなかったっけ、カーラースはなぜ泣くの、カラスの勝手でしょう、あ、これなんだったっけ。これなんだったっけな、これなんなんだ、あれ、あ、ヒゲダンスね、ディリッディディリッ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 ディ、ねえ、ひとみばあさんすごい好きだった。ふわ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 。だいたい友達と会話が詰まった時、まあ、小学生ぐらいだったけど、あー、ちかっぺさん初コメありがとうございます。なんか。小学生の時に話題が詰まった時はだいたいそれ歌ってた。カラスはなぜ泣くの、カラスの勝手でしょって言ったら一緒に乗ってくれる、だいたいそれで会話が戻る。みんな知ってるね、生卵を。懐かしい。
皆さんありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。素敵なトークテーマありがとうございます。生卵、あれ、それ赤マムシだっけ、生、それもめっちゃ真似してた生卵何だったっけ、全然似てないんだけど、もっとなんか鼻にかかったよね言い方あ、時間か。よっちゃんさん、最後ありがとうございます。うん、四季それぞれで料理をテーマに曲を作るとしたら思い浮かべる料理は何ですか。え、難しいな。四季それぞれ、夏って夏からやんね。春からか、春か秋ってか。春、春と言ったら、春と言ったら、春と言ったら、三色団子待って、それ料理じゃないな、どうしよう料理じゃないな春の料理、春の料理ダメだ、お餅しか出てこないお餅しか出てこないよ春の料理と言ったら、春の料理と言ったら、曲作るとしてるよね。桜餅、ちらし寿司、あ、ちらし寿司んじゃない、ちらし寿司カラフルでね、ね、カラフルで、あ、春の七草、うんうんうん、春の七草、七番までできるね七番までできちゃうね。え、夏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 はそうめんだ。あ、そうめんかな、そうめんかな、うん、そうめんだと曲できるかな。そうめん、冷やし中華、スイカ、ガリガリ君、アイスかな。あ、料理やもんね、そうめんじゃない、やっぱ。あ、冷やし系だよね、冷やし中華か、冷やし中華があれだよね、いいかな。冷やし中華始めましたって曲あるよね、あるな、あるね、ね。夏、春か秋、秋、秋、秋と言ったら焼き芋、あ、でも焼き芋、石焼き芋があるから、秋と言ったら栗ご飯、サンマ、そのなんて言うんだろう、秋っぽい、そのなんて言うんだろう、オールご飯でもいいけどね、夜ご飯、さつま、栗ご飯でしょ、さんま焼きでしょ、味噌汁って何がいいと思う、味噌汁って何、味噌汁って何がいいかな、え、秋の味噌汁って何、さつまいも味噌汁、たけのこ、なめこ、松茸、人生でまだ食べたことないんだよね、美味しいのか。なめこがいいかな。なん、松茸、みんな松茸食べるの？松茸高いよ。松茸食べたことない。よっちゃんさんありがとうございます。あ、今ね、そうそうそう、話してるの。四季をそれぞれね、料理をテーマに曲作るとしたら、なんだっけ、春が、なんだっけ、ちらし寿司、夏が冷やし中華か、そうめんか、七草、
きがサンマ焼きに栗ご飯にさつまいもの味噌汁だな。うん、冬は冬鍋だろ。冬は鍋だ。いろいろな種類の鍋ね。おでんね。あ、おでんもその中に入れよう。あ、肉まんいいよね。もうなんかさ、冷え切ったさ、寒いさ、帰り道とかにさ、コンビニで肉まんを食べる、あれほどの救いはないわ。本当に美味しいよね。あれは至福の時間だよね。もう最高だよね。ね。白い息の出る帰り道。あたりは暗く。コンビニってどう表したらいいんだろう。わかんないです、これ今出てこない。コンビニを何かでなんか表して、表現で。ね、こう肉まんを手に取って。早く冬来ないかな。早く冬来ないかな。痛い、なんか血が出てる。おろも、よっちゃんさん、ありがとうございます。今からは秋の季節ですよ。秋、美味しいものいっぱい楽しみましょうね。あー、じっくりコトコトコーンスープいいね。よし、あ、大丈夫、なんか引っかかったか。本当にこれは血なのか。赤ペン触ってないもんな。たまにさ、赤ペンとさ、間違えるよね。でも触ってないから、あ、ほんとちょっと。ほら、見えないくらい。見えないくらい。あるよね。赤ペンでさ、私なんかさ、昔からここに消えないなんか赤い点があるので、赤ペンじゃないわけよ。で、たまにあの赤ペンでその元々の赤い点に似たあの点々を書いて、どれが本物でしょうっていう自分の中でやるのに、たまになんて暇になった時やってた。なんか本当わかんないんだよ、ここにね。なんか赤のボールペンかなんかです、なんかを刺した後のようなのがね、あって、元から点って、で、周りに偽物のその点々を書いていく。赤ペンで結構似てるからさ、やってる。自分の中でね、あー似てる似てる、増えたってやってるの。ほくろじゃないんだよね、なんか元々のなんかなんだろうね。写真でも刺さったかなみたいな。よし、ではではでは、オリジナル曲歌っていきましょう。みんなほくろでやるの？いい？では、行きます。どうしよう。アイリスペクトから行こうかな、今日。行きます。ここまで聞いてくださってありがとうございます。ありがとう。
ようでした。ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。今日は私と私はお休みで行きます。ありがとう清正さん、ありがとうございます。ミラさん、ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。ヨウくんさん、ありがとうございます。ありがとう。きびだんごさん、ありがとうございます。のりーさん、ありがとうございます。たかさん、ありがとうございます。ありがとう。いわわさん、ありがとうございます。ありがとうね、いわわ、ありがとう。じゃあ告知させていただいていいかな。ルーレット行って終わろうかなと思います。バングさん、ありがとうございます。パチパチ、ありがとう。ヨシさん、ありがとうございます。ということで、10月15日16日に行われるイベントキャンプインフェスグリーンゴールド2020に出演させていただきます。野外フェスとなります。はい、そこで私歌わせていただくので、ぜひぜひ来てください。岐阜県可児市ふれあいパーク緑の丘で行われます。はい、曲もね、ちょっとテーマが決まらないんですけれども、曲調はこんな感じかなっていうのが決まりました。うん、どう何をテーマに歌おうかなって今すごく悩んでて、わかんないわかんない、どうしよう、わかんない。あいおさん、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。ありがとう。皆さん、ありがとうございます。ね、そうだね、私ハレオナだから多分大丈夫だ。山猫さん、ありがとうございます。ありがとう。なしみ、ありがとう。ありがとう。あ、まだできてないよ、曲。全然できてないよ。テーマがね、決められてないからね。まだ曲調しか決められてない。だから全然まだ歌詞には手つけられてない。何をテーマにして書こうかな。うん。そうだよね。名古屋の台風阻止しちゃうんだから大丈夫だよね。うん。だよね。大丈夫。ひろくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、であとね、今週中にね、告知が増えますのでね、楽しみにしててください。よし、ではルーレットいきましょう。ダン、頭弱視です。青い、何これ。夜のでございます。では、夜のと居場所聞きたいって言ってくださったので、居場所、足りない、ごめん間違えた、足りない、明日は晴れるかな、周囲の音と遠ざかるほど
ジナル曲夜のでした。ありがとうございました。パチパチありがとう、聞いてくださってありがとうございました。居場所ショートカットでいいかな、10時過ぎちゃってるので。なんか自分も猛烈に眠たくなってきた、どうしよう、眠たい眠たい。ねえ、2年か、早いね早いね。いや、なんかさ、何年前の、何だったっけな、なんかあれ出てくるじゃん、なんか写真を振り返りましょう、2年前の今日ってね出てくるのよ、なんかフォトでさ。そしたらさ、なんかおたかつの時の素材撮りにさ、メロンパンを食べに行ってたのよ。その時のね動画が出てきた。そう、なんかね、そうな、紹介する時のね素材が欲しいって言っていただいて、あの撮ってたんですよ、メロンパン。はい、では居場所を歌わせていただいて終わろうかな。難しいね。お風呂ありがとうございます。休みもしないでいつもあなたはずっと問い続けて、オリジナル曲居場所でした。ありがとうございました。ありがとう、最後まで聞いてくださってありがとうございました。歌ってる途中に懐かしい匂いがしました。匂いっていうか実際に匂うわけではないんだけど、なんかこう雰囲気っていうかな、何なんだろうね、なんかこう来る、ありがとう。では今日はここまでで終わらせていただこうと思います。いつも10時過ぎになっちゃうけども、最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。なんかユニコーンのさイベント7位
ありがとう、レインボーだね。ユニコーンが大好き、ユニコーンが大好き、ユニコーン大好き。ありがとう、ありがとうございました。楽しかったです、よかったです。ありがとう、火曜日お疲れ様でした。また明日もね、頑張っていきましょう。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。最後までありがとう、ナイスもありがとう、お時間作ってくださってありがとうございました。ありがとう、バイバイ。おいしゃ聞いてよかったです、ありがとう。お忙しい中皆さん聞いてくださってありがとうございました。バイバイ、ありがとう。ママネコさんありがとうございます。バイバーイ。あ。